こんにちは、道東田舎暮らしです。今、根室市歯舞漁港に来ています。進水式が行われているようなので、撮影していきたいと思います。船のそばに来てみました。たくさんの旗が掲げられています。綺麗ですね。漁船の進水式、それは新しく作られた船の門出の日。神主さんに操業の安全と大漁をお祈りしてもらい、お祝いの大漁旗を華やかに飾り立てて、漁船がお披露目の航行に出ていきます。漁業の町根室ではたびたび目にすることができる光景です。大漁旗には一枚一枚送り主の名前が入り、船団の仲間や家族、船作りに協力してくれた人たちのお祝いの気持ちが詰まっています。当日、船には船主のほかに家族や地域の仲間も乗り込みます。みんなこの晴れの日を楽しみにしていました。色とりどりの旗を振り立てて、まっさらな船が沖へかけていく様は本当に見事です。この船の進水回線は歯舞漁港から沖へ5キロほど走ります。煙火も高らかに颯爽と進む漁船。私たちもドローンで一緒に沖へ出て、この日限りの貴重な姿を撮影していきたいと思います。船の後ろに広がるのは、所属する歯舞漁港と根室市歯舞の町並み、本土最東端の漁師町です。新造の船が全速力で海を駆け抜けていきます。はためく何十枚もの大漁旗は、早朝から仲間たちが総出で船にくくりつけたものです。船の先端の旗にはおみきの一升瓶が吊り下げられます。進水回線の時は水面に大きく円を描くのが習わしです。地域によって一箇所では3回回ると決まっていたり、何周も何周も回ることもあるそうです。
空から見ると驚くほど綺麗なまん丸の鉱石が残っています。漁師町根室の新造船進水式、その豪快さ、華やかさ、船の迫力、何より漁師さんたちの結束力と心意気があふれていて、何度見ても心が晴れやかになります。岸壁で待つ人たちに賑やかに出迎えられた後は餅まきです。船から大量のお餅をまいて、地域の人たちと新造船のお祝いを分かち合います。チャンネル登録もお願いします。